こんにちは、じゅんやです。ということで今日はですね、なぜ大地くんがいないのか、そうなんです、ドッキリなんです。今回のドッキリ、説明させていただきたいと思います。今回のドッキリ、大地のお気に入りの服が凍ってたら、着てるところをね、よく見ると思うんですけども、この服を畳みまして、タップに詰めて水を入れて冷凍庫で凍らして、大地のこの服が入ったタッパーがめちゃくちゃ凍ってるっていうドッキリです。それではみんなでいきましょう。せーの、レッツエンドジョンソンということで、この服を一回ね畳んでいきたいと思います。そしてこのタッパーに入れていきたいと思います。わお、ぴったり。そしてしまいます。この中に水を入れていきたいと思います。これも全世界の人が笑うためにやってるんだ。ごめんな大地。はい、じゃあ蓋閉めます。バイバーイ。はい、ということで夜ね家に大地泊まり来るのでしたいと思います。とりあえず座って。何するか分かってないのに座る。撮影です。何？ジュニアと撮影するとこういうの多いんだよね。今日はあなたにとって幸せな日になると思います、うん、いつも YouTube の撮影頑張って、ライブも頑張って、編集頑張って、はい、あなたに僕からプレゼントがございます。いい企画じゃない。そのプレゼントをちょっと目隠ししてもらって、うん、何か当ててもらうっていう。恐怖心と好奇心がすごい。目隠し。目隠しだな。目つぶって今から来たものをなんか開けるプレゼント。そういうこと。逆にそんなんでいいの？あ、いいよ。はい、じゃあ目隠します。されてる？オッケー。目隠しレッツエンドジャンソン。うるさい。はいはい、持ってきましたよ。パキッと落とした。怖い。なんか爆発する。なんか冷たい冷気。あの夏といえばこれみたいな。何？冷たいよ。お弁当か。アイス、かき氷。何？もう本当にやめて。もう俺目隠しが一番怖いんだから。いいの？いいよ、目隠し取っていいじゃん。怖っ、うん、じゃあ開けますね。何これ。ご堪能あれ。いただきます。はい、どうぞ。硬っ。めっちゃ氷通るやん。何？誰やった？ちょっと待って待って待って。意味が分からない。意味が分からない。それ誰の服？俺なんだけど。嘘でしょ。おすごい。やっぱガチガチに凍ってるやん。かっこいいね。なんかちょっと待って。人の服凍らせるやついるんだ。やばいかな今。なんか模型北海道のあの寒い時になるやつみたいに。めちゃめちゃアート。勘弁してくれよ。服とかさ、赤いやつとかやめてくれよ。いいくらよこれ。靴を天井に貼ったし、服も凍らせました。じゃあ次は、うん、寝てる時に iPhone 盗んで凍らせときます。それだけはやめて。諦めない。何があっても